これちょっと今バトルラボなんだけど、バトルラボってこのアーマードウォールがあると思うんだけど、このアーマードウォールを使ってなんとで保管庫の壁を壊すことができるらしい。普通はね、こうやってもちろん壊せないんだけど、なんとここに貼ることができて、そしてこんな感じで中に入れちゃうみたい。やばくない？こんな感じで保管庫の壁をね、壊すことができちゃうらしいです。だから多分今シーズンはアーマードボール帰ってくることはないかなって思うな、俺的には。こんなん初めて見たわ。